どうも、投資狩りバキです。割と執念を感じる政府のマイナンバーカード推しですが、この度、紙の保険証を2024年に廃止、なんだったら免許証もマイナカードに統一ということで報道されております。河野大臣と会議パーティーセットみたいな顔のじいさんが言っとります。勉強とかもそうですが、やれと言われるとやりたくなくなる現象、マーフィーの法則でしょうか。ただ私がズボラなだけだからでしょうか。いずれにせよ、国による国民の管理社会が加速していきそうですね。どこの国が日本人を管理するのかは知りませんが、何にせよ私たちはただの用軍なわけです。ますます税金は搾取されていくでしょう。インボイス制度など個人事業主はやってられませんね。脱税も気軽にできないなんてフリーランスのメリットないですよね。まあ脱税は犯罪なんですけどね。そんな脱税犯罪マンを一網打尽にしたいのか知りませんが、マイナンバーカードは銀行口座など金融資産を漏れなく紐付けする気満々です。商標名などプライバシーに関わるセンシティブな情報も今後どんどんぶっこ抜かれることでしょう。中国なんかだと国民にスコアをつけてるみたいです。笑い。 SDGs と韓国債理事レイクをごちゃごちゃ言ってますが、そもそも国が大っぴらに国民を差別していこうと、そういうフェーズなわけです。ここまで開き直ってくるとさすがにと受け入れざるを得ませんよね。受け入れないと時代に殺されそうです。どこもかしこも息苦しい、余裕のない感じがするのは、私が昭和世代の価値観を引きずってるからでしょうか。マイナンバーなんかは合理的という建前よりも存在の耐えられない軽さが目についてとか、なんだかんだ理由をつけて、ズボラな私はマイナカードを申請しないわけです。ちなみにマイナンバーカードの申請でマイナポイントが2万円もらえるキャンペーン、マキエは今年の12月末まで延長されてるようです。どうせ申請するならと思ってる人はそろそろ役所に行きましょう。間に合わなくなっても知らんぞ。てんてんてん。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは投資について語ったりしてます。みんなで負けない投資家になれるように情報公開してます。応援がてらチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それでは皆さん、また見てね。成長ありがとうございました。